はい、ミミーです。前回はメレンゲを作る時に必ず行う卵白を冷やす工程を逆に温めるとどうなるかやってみました。いつもの冷やした卵白よりも泡立ちやすく粗いメレンゲになり、出来上がったシフォンのキメも粗くなってしまいました。今回はもう一つメレンゲを作る時に大事な要素、砂糖を減らしていくとどうなるのかやってみたいと思います。チャンネル登録とベルボタンをタップしておくと最新動画の通知が受け取れます。ぜひご活用くださいね。それではですね、メレンゲの検証ということで、今回この卵白 128g ありました。そして今回使うお砂糖は 50g です。これがね、 50g といえば普通なんですよね。そしてまあ大体3回に分けて入れるというふうにすれば、まあ今までのように適当な感じで3つに分けてというふうにやっていきたいと思います。お砂糖の役割といえば、お菓子に甘さをつける、美味しそうな焼き色をつける、そして今回のシフォンケーキで言えばメレンゲ作りに必ず必要です。このぐらいですね、何秒かやっただけで、まあ、切れてしまいますね。じゃあ泡をね、まずは入れてっていういつもの工程をねやっていきます。ここである程度の泡をね入れておくっていうのはいつもと変わらないんですよね。ここにね、やっぱり最初の時点でお砂糖が早めに入りすぎるとやっぱり立ちが悪いんですよね。まあ、70がいつものお砂糖の量なんだけど、 50g も刺して変わんないといえば変わんないんですよね。あんまりそうまではね違いがないので、はい、このくらいになったらねお砂糖を入れていきます。メレンゲを作る時のお砂糖の量は少ないよりも多い方が安定した質のいいメレンゲが作れます。M 玉の卵を4個使う私のレシピでは、卵白はおよそ 130g 前後となり、甘さも考えると 70g が適量であると考え、 17cm 型のレシピではお砂糖を 70g 使います。今回の卵白の量はね 128g で少しだけ少ないのね。だからね、その卵白の量に対していくら入ってるかっていうふうに考えるべきだから、 50g、70g は確かに70が多いんだけど、70のお砂糖にもしね 200g の卵白ってするとそれでも少ないじゃない。で、今回 128g の卵白に対して 50g といえば、まあ結構入ってるんじゃないっていうふうにはなるよね。だからこのままね立てていくと結構立ちすぎるっていうのある。それと私が感じるのは、冬の卵白ってやっぱり状態がいいから立つのが早い。ここからも一足にしてキメ整えてメレンゲにしていきます。これがね、卵の L 玉、M 玉、いろいろあるけど、私が使ってるのはね M なのよね。 M 玉4個なんだけど全然違うんですよね、量が。少ない時は本当に124とか5とか、今回はちょっと少ない方なのよね。多いとね140ぐらいあんのよ。そんぐらい違えばやっぱりね、メレンゲに使うお砂糖とかね、少しはね影響が出るかなって感じはありますね。砂糖を多めに設定しておくことで、卵白の量が増えた配合でも安定した質のいいメレンゲ作りに対応することができます。はい、これでいいんじゃないかな。とってもいい感じでできたと思う。見て、ほら、すっごいいい感じでできた。見て、ほら、ツヤツヤだよね。そしてこのお辞儀をするというよく言われるこの表現の通り、お辞儀をしてますね。かわいい。お砂糖 50g といつもより 20g 少ない量で立ててみましたが、メレンゲの状態を見る限り今回の卵白量に対して十分なお砂糖の量のようです。立て直してみても綺麗な状態を保っています。うん、とっても綺麗ね。今回やっぱり 50g っていうのもね、なかなかお砂糖が入ってる部類には入るんですね。とっても綺麗です。状態がいいです。この頃はね、綺麗にメレンゲを作れるようになってきたので、最終生地で生地をね、ならしてっていうのはね、あんまりなくても綺麗に膨らむようになったんですよ。
爆発しすぎるって方はあのメレンゲがねやっぱり強かったりとかね、こういう時に慣らしてあげて少しだけキメを整えてあげる。だから最後の最終生地をきれいに持っていくためにどうするかってことですよ。メレンゲできれいにキメを整えといてきっちり合わせていくのか、メレンゲをね少々粗めに固めに立てて最終生地で持っていくのか。だからね、そういう風に最終生地の状態で綺麗に焼けるように、どちらでもいいと思うんだけどね、最終生地の状態はこんな感じです。このぐらいでいいと思います。じゃあね、これで焼いていきます。ただいまね20分になろうとしております。はい、あんなに生地少ないと思っててもすごい膨らむよね。薄力粉ってすごいよね、ほんとね。これをこのふわんと残そうと思うとショックをするとかね、いろんな方法があるんだけど、まあ、今回はそのまま逆さまにするけど、これがすごいと思うわ、ほんと。25分、かなり表面に焼き色もついてきました。美味しい匂いもしてます。はいはい、30分になります。いや、なったのね。もう下がってると思うんですよね。もう結構下がってますんで、そろそろね取り出す準備をします。はい、焼けた焼けた、取り出したいと思います。はい、すごい綺麗じゃない。でもちょっと逆さまにしないと。はい、型から出してみました。どうですか、よく焼けてますね。今回ね高さ測ったら 7.5 から 8、 だからね普通の小麦粉シフォンとほとんど変わらない。そしてねメレンゲの状態もね結構良かったです。何か悪いっていうのはあんまり感じなかった。今回の卵白の量に対して 50g のお砂糖結構いい方だと思います。そしてこのね焼き色かなりいいと思います。きっちりついてますね、焼き色ついてると思います。結果お砂糖 50g ではいつもとほぼ変わらないシフォンに仕上がりました。断面はこんな感じです。ちゃんと焼けてますね。こうやって見ると気泡がねちょこちょこってあるなって思うんですけど、これはですねシフォンケーキであれば当たり前だと思います。メレンゲのお菓子ですのでね、私はもうそこまでキメを整えるというのもあまり意識しないで、ただ爆発しすぎないようにというのでキメを整えるというぐらいの混ぜをやって、今回もねそのぐらいの混ぜで収まってるので、これはもう普通のシフォンケーキの範囲内だと思います。このね目が詰まってるというのも大体シフォンケーキにありがちなんですね。もうこれはもう一般的なシフォンケーキと言っていいと思います。お砂糖 50g は普通ですね。続いてお砂糖 30g です。この時の映像は以前のやってみたシリーズ11の映像を再編集しています。前編を見たい方はそちらも合わせてご覧ください。じゃあねこれね、まあ3回に分ける意味ないから2回くらいにちょっと分けようかな。少ないもんね。はい、1回目のお砂糖が入りました。今回はお砂糖が少ないので3回ではなく2回に分けて入れていきます。いつもより相当少ないのですが、しっかり形になってきました。はい、かなりいい感じで立ってるね。30でも十分立ちますね。はい、そしたらねこれキメ整えようかね。お砂糖を全量入れたメレンゲの状態を見るとしっかりツヤもあり、ハンドミキサーの形も残っています。お砂糖 30g でもちゃんとメレンゲになっているなぁと思ったのですが、どうしようか。かなりいい感じで立ったけど、やっぱ周りがねなんかすごく緩くなる。すぐ緩くなるわ。ボールの周りがすぐに緩くなってしまいます。それを立てようとしてハンドミキサーを動かすのですが、やはりすぐに周りが緩んでしまいます。お砂糖が少ないせいかメレンゲのいい状態を長い時間保つことができません。はい、もうこのぐらいにしとこうね。結構いい感じだもんね。早め早めでやった方がいいかもしれないよ。一応綺麗だと思うけど周りもね、まあこんなことやってる場合じゃないんだよね。多分早め早めで使った方がいいと思うから、じゃあいつもみたいにやっていこうかな。うん、やはりねお砂糖が少ないとボロボロにはなりやすいんだね。でもこうやってね立て直して使っていきます。あんまりこの混ぜ込まないようにしないとすごく壊れやすいね。立て直したとしてもそもそものお砂糖が少ないから壊れやすいっていう感じね。こんなに早くなんかボソボソになるとはね、
メレンゲにはなるけど、多分時間がね、メレンゲの寿命はね、泡の寿命よ。泡が寿命来たらメレンゲになってたものを崩れるしかないから、泡の寿命が短いんだな。卵黄生地と合わせていきますが、どんどんメレンゲが消えてしまいます。綺麗に見えても砂糖が少ないとメレンゲの気泡の強度が足りず、混ぜにも耐えられないようです。はい、ちょいとね、いつもみたいに混ぜていきたいけど、少ない回数で混ざるようにちょっと頑張ります。あんま混ぜないように。卵黄の筋がまだあるね。混ぜ足りてないうちに、なんかもうすごいだれてきちゃってね、どうだかなってところよね。いつものように混ぜてしまうと生地がだれてしまうので、メレンゲの状態を見ながら少ない回数で生地に負担をかけないように混ぜていきます。こんぐらいでいいんじゃないかな。こんな感じよ。結構ね、綺麗だと思うけど。はい、じゃあすぐ型に流してね、もうすぐ焼いちゃう。はいはい、10分なんですけど、なんかね、変です。膨らみが変です。膨らんできてるなって思ってたんだけど、割れ方がまず変だし、なんかいつもの質感じゃないですね。お砂糖が少ないからでしょうか。はい、ここから見るとですね、かなりいい感じで膨らんでるように見えます。しかしですね、いつもの膨らみとはやはり絶対的に違うところがあります。それは横割れしてます。横から割れてきてます。筋をつけたところは普通に花割りのような感じになってんですよね。ただし横割れしてますね。型の縁から切れてきてる生地がね、伸びる部分は伸びてるけど、そして表面がですね、いつもねツルツルしてるとか、ツルンとしてて可愛いとか私は言うんだけど、ツルンとしててもね、質感が違う。プラスチックみたいな感じのツルツル感になってる。強度が足りないんだ。メレンゲの強度がまず足りてない。だけど薄力粉は普通に配合してるから、その伸びにメレンゲがね耐えられないんだと思うね。はい、もはやいつものシフォンの膨らみではないので、どのぐらいで焼けるかも分かりません。全然違う。横から割れてんのもすごいけど、これね、中心どうなってんのかな、分かんないね。すごい、こんなに違うの。お砂糖が少ないとこうなんだ。はい、いつもと一緒ね、33分ぐらい取り出したいと思います。はい、こんな感じです。じゃあね、一応ね、このまま逆さまにしてみましょう。はい、これで焼き上がりました。落ち着きました。はい、見てください。いつもと違いますね。膨らみ方が全然違うのと、生地の質感も全然違う。そうしてですね、ここら辺横からね、ぐるっともう割れちゃってるね。ここね、ひっつき方も悪いよね。でね、ここら辺の硬いの貼り付きはいいんだけど、何しろね、ボコンとこう中心周りもへこんでますね。やっぱりね、メレンゲのお砂糖が少ないってこういう風になるんだね。型から出してみました。かなり形はいいですね。ちょっと近寄ってみますよ。少しだけね、穴ぼこが開いてるなっていう印象はありますね。だけどね、トラブルというトラブルがねないです。焼き色もそこまで薄いのかと言われると、ちゃんとお砂糖入れたのが横にないんでわからないけど、まあこれだけ見ると普通なシフォンケーキですね。刺して違和感は感じないね。切ってみました。どうですかね。外側は綺麗なんだけど、穴ぼこがすごいですよね。穴ぼこの他にもですね、やっぱりこう落ち込みがね、ここら辺ひどいですよね。そしてこの穴ね、結構ね、メレンゲが壊れちゃったんだなっていうのはあります。そしてね、最初やっぱり焼き色ついてるねって言ってたんだけど、こうやって見るとやはり焼き色も薄いという感じもします。もっといつもはね、すごく美味しそうな焼き目がついてる、焼き色がついてるっていうのがある。そして何よりですね、生地がボロボロ落ちてくる。すごいボロボロしてます。パサついてるような、こうポロポロポロっとした感じかな。断面を見てみると、大きな穴や焼き色、生地の落ち込みやパサつきなど、いろんな違いが見られます。
お砂糖 30g でメレンゲを作るというレシピも見られますが、その場合はレシピ内のお砂糖のうち 30g で作るという場合です。しかし今回はお砂糖の総量を 30g で作っているので、単純に砂糖不足であると思われます。お砂糖が入れば焼き色も濃くなり、パサつくということもありません。メレンゲ作りの面で言っても、お砂糖の量が少ないとメレンゲのいい状態が短く、生地合わせも少ない回数で終わる分、混ぜ不足になり、それが大きな穴につながるということにも関係してくると思います。お砂糖が少なくてもちゃんとね、シフォンケーキになってます。高さもね、そこまで低くない。そしてふわふわっていう食感だからね、これだけ食感はね、美味しいと思います。お砂糖が減っても美味しいです。シフォンケーキの形としては十分、まあ穴は開いてるね、それはあります。続いてお砂糖 10g です。メレンゲにお砂糖 30g まではレシピとして見たことはありますが、 10g でメレンゲを作るというのは見たことも聞いたことも作ったこともありません。とうとう来ましたね、 10g です。10g のお砂糖をどうするかなって考えたんですけど、多分立て方としては一番最初に全部入れるのがいいと思うのよね。だけどね、やっぱりいつもみたいにやった方がいいかなと思って、3回に分けるほどでもないから、とりあえず泡は入れます。最初に泡を入れてから、このお砂糖をね、全部すべて入れたいと思います。まあなんと言ってもメレンゲ 30g の時からね、もうそもそもちょっとおかしいなっていう風な感じなので、できるかどうかなっていうのはちょっと不安なんですけど、やってみるしかないですね、これはね。はい、ちゃんと入ってますね、泡がね。これにですね、普通だったら3回ぐらいに分けるほどの量でございますので、それ3回には分けるんですけど、今回少ないのでね、お砂糖の量が多いのをいっぺんに入れちゃうと、やっぱりすぐにはね、メレンゲになりづらいとか、泡が立ちづらい、泡立ちを阻害するという風になってますんで、分けるんですよ。泡立ちを阻害しないぐらいのお砂糖の量をですね、それぞれ入れてやるわけですね、1回2回3回。だから泡立ちを阻害しないぐらいの量であれば、そのまま入れていいという風な解釈になると思いますね。もう阻害しないんですよね、これ 10g だから。もうこのまま入れちゃいます、分ける意味がないから。はい、これをね、一応散らす散らすにしても少な、ほんとこれなんての1回、いつもの1回分でもないわよ。いつも70だから、それ3回に分けたってさ、 20g あるわけでしょ。これが 10g だもんね、もうぼやぼやしてらんないね。じゃあこれで立てていきます。まあいつものようにお砂糖が飛び散らないように低速でって言いますけど、そもそも飛び散るほどの量でもないですね、まあ、若干羽に当たってジャリジャリは言ってるけど、もうすぐなくなるんでしょ、こんぐらいね。これで最後までメレンゲにしていかなきゃなんないから、おお、なんだかお砂糖がちょびっと入ると全然違うね。はい、ここで普通ならね、2回目のお砂糖いくのよ。でももう2回目のお砂糖も何もないから、そうね、一足でやろうかな。だってもうなっちゃってんだもん、一足にする。ゆっくりやんないとこれ立てすぎるもん、絶対こんな恐ろしいことないわよ。あとはね、お砂糖が綺麗に溶けるまでとか、私もこれ見極めが分かんないわ。どんぐらいまでやればいいのかしら、これ。まあ周りね、これ周りはどうやってもダメだね、これね。もう立ててるそばから離水してんじゃない。本当なら2回目のお砂糖が欲しいわ。仕方ないね、これね、あるものでやんないといけないっていう実験だから、 10g でね、ちょっとやってみますけど、これでもほら、なってるなってる。これでもう随分いい感じになったわ。これ 10g のお砂糖だったら、ここがもう多分最低ラインよね。わあ、すごい、今んとこいいわ。でももう絶対ダメだこれ。はい、ほら、すっごくいい状態よ。もうこれが立ったってことよ、これ。ほら、普通ならこっから低速で決め整えますって言うけども、すでに低速でやってたからね。これですよ、これが最高のメレンゲの状態だと思いますな。 10g のお砂糖 10g でなんとか立てることはできました。瓶と角も立っていますが、周りの離水が早すぎます。これはもしかして分離が早すぎて、そこがお水みたいになってるかもしれない。どんどんね、液体のようにね、ズルズルズルってなっていくね。もろもろよりもスルスルスルって感じ。立
て直してみると上はふわふわですが、下の方は水分がにじみ出てきています。そこなんか水っぽくなってるよ。ほら水っぽくなってきてるね。ほらなんかもう水分水分って感じがね、なんかね出てきてるんですよ。そこの部分がほら水分っぽいじゃないね。あんまりにもお砂糖が少ないとなんか違うよね。はい、それでは入れていきましょう。これはほんとすごい、 30g がまだマシだわ。これはもろい、もろすぎる。うわー、これはもうダメだよ。卵黄と混ぜた時に負けちゃう。これじゃあもう言葉が出ないわ。混ぜられないけど混ぜなきゃいけないし、混ぜちゃうとメレンゲが消えちゃうんだよ。立て直しながらって思うんだけど、優しくなんかじゃないわよ。本当にもう一回立て直さなきゃダメよこれ。何よ、手動で結局私立ててるのと一緒じゃない、これメレンゲ。これちょっとなんでこんな体力使わなきゃいけないの。はい、じゃあ入れるわよ。これね、すくえないんだって。来ないのよ全然。すっごい弱い。これゴムベラでも入れなきゃダメ。これ2回目よ。一応2回目のメレンゲだから上だけでフルフルする。あーもうダメだこれ。考えらんないこんなの。私信じらんないこんな状態のメレンゲ。だってこれメレンゲのね寿命が短すぎて多分ね5分も持ってないよ。もうこれもうメレンゲの手前の状態だもん。それで私今作ってる。とにかくちょっと待って。シフォンケーキはねあらゆることを乗り越えてきたんですよ。でもねそれはねメレンゲあってのことって今わかったわ。メレンゲがないとシフォンケーキってどうにもなんないのよ。これも混ぜる。ホイッパーなんかやっちゃうと本当に壊れちゃうから、もう今でも壊れてる。ゆっくりやります。こんなことやってんの私ぐらいのもんじゃないの。なんでこんなことやってんの。誰なのこんなこと言い出したの。なんで 10g やってんの。ちょっと信じらんない。なんか調子に乗ってねやろうって思っちゃうのよその時。でも実際やってみてあんまりこの頃ねシフォンケーキがあんまり失敗しないじゃない。そんで検証の中でもシフォンケーキって案外何でもできるんだなっていうのが分かってきちゃったもんで調子に乗っちゃったんだわ。そうするとほら見て、かわいそうすぎる。かわいそうで見てられない。ひどすぎる。でも混ざったね。なんとなくやっぱゴムベラすごい。ゴムベラいいね。これで分かったことはホイッパーよりもゴムベラがやっぱりメレンゲを壊しにくい。だからちゃんとしたメレンゲならなおさらね壊れた状態をやっぱり防ぎながら混ぜることができるのがゴムベラだな。でもゴムベラだけだとやっぱ難しいっていうのがあるからやっぱり併用するんだよねホイッパーとね。でそんな混ぜのことなんかどうでもいいから、もうどう？これでいいんじゃない？どうかな？ちょっと皆様近くで見せるわよ。うん、メレンゲの塊がそもそもないのよ。メレンゲがもう自分から崩れてった感じするね。これね。みんな見て。案外綺麗じゃない？これ私の腕がどうたらこうたらじゃなくて、これゴムベラがいいんだよね。ゴムベラよ。そしてね、メレンゲがちゃんと混ざってるじゃないと思うでしょ。当たり前なのよ。メレンゲもそもそも自分たちから消えてったわよ。見て周りよ、なんか水っぽいのよ。生地の周りがねしっかりしてないの。わかります？こんな感じなのよ。あのねちゃんとねふわんってなってんだけど、あなんか水っぽいのよね。ほら形は残ってるわ。でこんなことやってる場合じゃなくてね、焼かないと。とにかくねどうなのか分かんないのよね。混ぜようと思いますけど、とにかく周りがね水っぽくて嫌だわ。シャバシャバしてる。ふわっとしてるけどシャバシャバしてるのよ。それに傘もすごく少ないよ。ほらすごく少ない。もうこんな下の方だもん。見て今ね7分だか8分なんだけど膨らんできたなと思ったらね、すごい
ブツブツ切れてる表面の生地がそれで膨らんできてるよ。膨らむか心配しましたが膨らんできました。しかし生地の表面はいつものシフォンケーキとはだいぶ違います。15分になりますけどかなり上まで来てます。しかしですね、いつもとやっぱり膨らみが違うんですよね。どちらかといえば 30g のような感じに近いですね。やっぱり綺麗な膨らみ具合じゃない。もうこれは一目見てわかる。シフォンケーキの膨らみにメレンゲの強度が足りず負けてしまうようです。膨らんではいますがひどく状態が悪いというのが見てわかります。ですが焼く前の生地量を考えるとすごく膨らんでいます。ただいま25分です。かなり膨らみはしましたけどこれ以上いくっていう気配はないですね。しかしあんだけのメレンゲでこれを膨らませているという事実がすごいな。メレンゲの状態があんなに悪いのに膨らむんだ。生地量も少なかったじゃない。それなのにあんな上まで行くの、すごいよね。メレンゲってすごい。だからお砂糖で強くしたメレンゲっていうのはどんだけでも上に行くってことだよね。もっと強いんだもん。こんな弱っちいメレンゲでもこんだけ膨らむっていうのがまあびっくりよね。シフォンケーキできるのかしら。でもこれで取り出した途端しぼむんじゃないの。はい、34分5分になりますので取り出したいと思います。はい。なんか隙間が空いてる。でめっちゃ逆さまにしないと。なんなの今の隙間。ねえ、なんなの。すっごい周りが隙間空いてたよ。とりあえず焼き終わり。衝撃的ですね。あのシュークリームの皮にそっくり。シュークリームだよね。このテカテカしたこの質感といい、なんていうの、モコモコした感じ。ね、こんな感じよ、ほら、ね、だってシュークリームの皮って砂糖少ないじゃない。これも少ないんだよね。やっぱり似たような感じになるんだね。取り出したシフォンを見てみるとかなり形が違います。というよりもこれは明らかにシフォンケーキではない別のお菓子といった方がいいかもしれません。見て、えらいことになっちゃった。これすごい。これすごくない。これ何センチあんの。これちょっと何センチなの。モコモコってしてるとこ、ここまで入れたら7センチある。7センチある。お砂糖 10g でメレンゲを作るとやはり大変なことになってしまいました。今回の卵白量に対してメレンゲを作るには圧倒的にお砂糖不足だということですね。では、おー、うわ、すごい。底上げなってない。しかも結構綺麗よね。私の取り方が綺麗っていうよりも多分ちゃんとひっついてるんじゃない。一般論としてですけど、底上げが起こるっていうのはメレンゲが弱い時とかそういう言われ方もするんですよね。でもあれだけ状態が悪いメレンゲでね、ここまで綺麗に底に張り付いてるというのがすごい。私のよく言うこのね、型通りに張り付いてる、そこがきっちり出てるっていうのが、ちゃんと張り付いて焼けてるってことはメレンゲがしっかり働いたってことよね。まあ、高さではちょっと働きが弱いと思うけど。それではね、ちょっと詳しく見ていこうと思います。まず目につく気泡がね、ちゃんと揃ってるんだなっていう印象でした。私が見た限りではね、ちょっと乱れて大きい気泡がね、ボコ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 開いてんのかなって思ったら、そういうわけじゃない。ただしここね、上の部分もう質感がシュークリームみたいじゃなくてシュークリームですね。シュークリームでいいと思いますわ。このここら辺は、ただここら辺はシュークリームじゃなくてシフォンケーキね、シフォンケーキになってる、メレンゲ使ってるからね。もう一点だけ、生地がねボロボロしますね。ボロボロしやすいかなっていう印象ですね。お砂糖が少なくなるにつれて生地がボロボロしやすい。今回の検証で分かったことは、卵白量に対してどれだけお砂糖を使ったかによってメレンゲの状態に違いが出ました。少なくてもシフォンケーキは作れますが、少ないよりは多い方がいい。そして同じお砂糖でもレシピ内でどう配分するかによってシフォンケーキの仕上がりに影響する。メレンゲにとってお砂糖がいかに大切かということですね。メレンゲというのはシフォンケーキの形さえ左右する。ある程度強いメレンゲを作れたならば、トラブルというのもある程度は抑えてくれる。
そういうのがメレンゲだからね。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。